キム・アリソン・リトルは、スコットランド・アバディーン出身の女子サッカー選手。スコットランド女子代表。現在は、FA、WSL のアーセナル・レディース FC に所属。以前は、NWSL のシアトル・レイン FC に所属した。ポジションはミッドフィールダー。スコットランドのアバディーンで生まれ、ミントローで育った。7歳の時にサッカーを始め、いつも、放課後に、 弟や父親と一緒に練習をしていたという、小学校のチームと地元の男子チームでプレーした。10歳の時に地元で唯一の女子チーム、バカンガールズに入団し、14歳までプレーした。このチームは地元の大会で男子チームを倒すこともあり、ミントローの奇跡と呼ばれたという。13歳の時、ミントローアカデミー中学校のチームで、 バルセロナで開催されたトーナメントで優勝した。また、ハイバーニアンレディースでプレーした頃は、練習のために、アバディーンから、片道2時間半かけて通ったという。この頃の体験についてリトルは、フットボールは私に小さい頃から、いろいろな経験を与えてくれたわ。遠征に行く機会では、異なる環境で、ヨーロッパ中から優れた選手がやってくることは本当に、素晴らしい経験で、 サッカーを続けたいというより強く思わせてくれた。と語っている。リトルはアーセナルレディースでプレーしていた時にスポーツ研究の学位を取得するためにハートフォードシャー大学に通った。ハイバーニアンレディース FC2006 年8月8日、リトルは16歳の時にスコットランド女子プレミアリーグに所属するハイバーニアンレディース FC の選手としてアーモンドベルスタジアムで行われた。 UEFA 女子、チャンピオンズリーグの RCD s パニオール戦でデビューした。ハイバーニアンはこの夏に戦力の入れ替えを行い、チームのベテランの選手たちはチームを去り、リートルやその他のユースの選手たちをトップに昇格させていた。リーグでのデビューとなった試合では、ハッチソン・ベール・レディース FC 相手にハットトリックを達成している。ハイバーニアンでプレーした間に、リトルはチームに SWPL チャンピオン、スコットランドハイ、プレミアリーグハイをもたらした。ワシエルには2度出場している。2006から07シーズンでは、リトルは30試合で55ゴール、チームの成績は全勝だった。その翌シーズンには、18試合で33ゴールの成績を残した。アーセナルレディース FC リトルウィズアーセナルレディース、2009FA 女子。 プレミアリーグ2008年3月17歳の時にリートルは FA 女子プレミアリーグに所属するアーセナルレディス FC に入団した4月エミレーツスタジアムで行われたチェルシー LFC 戦で5000人の監修の前で初ゴールを挙げ試合は4から1で勝利した当時アーセナルレディスの監督であったビッグイーカースはレポーターにあの子を覚えておくといいよ彼女は いずれ偉大な選手になると話した。2008年5月5日に行われたアーセナルがリーズユナイテッドレディース FC 相手に4から1で勝利した FA 女子杯決勝ではリートルには出場資格がなかった。2008から09シーズンは全試合に出場し24得点を挙げた。アーセナルは20勝1敗1分でレギュラーシーズンを1位で終えた。また、 プレミアリーグ杯の決勝で、ドンカスター・ローバーズ・ベルズ・エル FC に5から0で、勝利し、プライド・パーク・スタジアムに2万5000人が詰めかけた、FA 女子杯決勝では、サンダーランド、A、FC ウィメン相手にゴールし、2から1の勝利に貢献した。リトルは、アーセナルの主力の数名が、アメリカの WPS へ移籍したシーズンだったにも、かかわらず、参冠を成し遂げた、この2008から09シーズンを、 最も思い出に残るシーズンだと後に語っている。翌シーズンは主力のケリー・スミスを遺跡のために書いて戦うことになったが、リトルの中盤での得点能力がチームを助けることになる。リトルはこのシーズン全体で47得点を挙げ、チームは20勝1敗1分でレギュラーシーズン一位で終える。リーグでの十七得点はリーグトップだった。二千十年六月、 FA 年間最優秀選手に選出された。アーセナルは FA 女子杯で連覇を目指したが、リトルが前半に PK で得点したにもかかわらず、エバートン LFC に延長戦の末にから3で、敗れた。FA WSL リトルバーサス、ブリストルアカデミー、メイ2013-2011年、イングランドの女子のトップリーグは FA 女子、プレミアリーグから FA、 WSL へと体制が変更された。2011シーズンでは9ゴールで得点ランク2位だった。5月7日のドンカスター・ローバーズ・ベルズ・エル FC 戦では2ゴールを記録した。アーセナル・レディスは10勝2敗2分でリーグ首位だった。2011年の FA 女子敗決勝ブリストル・アカデミー WFC 戦では先制点を挙げチームは2から0で勝利し、 プレイヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。試合後に、アーセナルのローラ・ハービー監督は、リートルについて、ワールドクラスだと称賛した。2011年11月、アーセナル・レディースは、東日本大震災のチャリティーマッチを行うために、来日。イナック・コーベレオネッサ、ムサシガオカ短期大学、日テレ・ベレーザと対戦した。また、来日期間中に、京都への観光を行っており、 リートルは旅館に入った瞬間とイギリスにはない和室の雰囲気が印象的だったと感想を述べている。2012シーズン、リトルは11得点でリーグ得点王となる。アーセナルは10勝4分無敗でレギュラーシーズンを終え、国内で9年連続でのタイトル獲得を達成した。4月26日のチェルシー LFC 戦では47分と90分に得点し、 チームの3から1の勝利に貢献した。5月6日のリバプール LFC 戦でも1試合にゴールを記録している。2013年、リートルはピーフにより2012から13シーズンのピーフ年間最優秀選手賞に選出された。女子選手部門が創設された年で初代受賞者となった。リートルは受賞した際に何年間も私はこの受賞式を テレビで見ていました。だからこの場にいられて、そして女子の選手で初めて受賞したことは素晴らしいことですと述べた。2013シーズンが始まる前に監督を務めていたローラ・ハービーがアメリカのシアトル・レイに FC で指揮するためにチームを去ることになった。新たに監督に就任したシェリーカーの下でアーセナルは10勝3分いっぱいでレギュラーシーズンを3位で終えた。 リトルは14試合に出場し、3ゴールだった。シアトル・レイン FC ・シアトル・レイン、FCVS ・ボストン・ブレイカーズ、エイプリル13、2014、あと、メモリアル・スタジアム・イン・シアトル、ワシントン2013年11月、米、NWSL のシアトル・レイン FC へ移籍するために、6年間在籍したアーセナル・レディスを退団する。 2012年までアーセナルの監督をしていたローラ・ハービーがシアトル・レインの補強の最優先事項としてリートルに狙いを定めていたからである。契約が決まった際にハービーはキムはワールドクラスの選手です。彼女の才能と折り紙付きの技術は来シーズンの私たちのチームにとって大きな戦力となるでしょう。キムをアーセナルで約数年指導しましたが、 彼女の創造性と得点能力が NWSL を熱狂させることになるだろうということに私は疑いはありません。と述べた。シアトルでのデビュー戦でボストンブレイカーズ相手に2得点してチームの3から0の勝利に貢献した。4月は4試合負けなしで4月を終えた時点でリートルの4ゴールはリーグトップでチームも4試合負けなしだった。 リートルは4月の NWSL 月間最優秀選手に選ばれる。リートルは5月の月間最優秀選手に選ばれ、NWSL 史上初めて2度の月間 MVP に選ばれた選手となった。また、この月に記録した5試合連続でのゴールは、前年のアビーワンバックに並びリーグ記録となった。7月には6試合で3ゴール4アシストを記録し、3度目の 月間最優秀選手に選出され、チームはこの月4勝1敗1分でシーズンを数週間残しているにもかかわらずレギュラーシーズン1位を決めた。シアトルはシーズンを16勝2敗6分の勝ち点54で2位の FC カンザスシティに13差をつけてレギュラーシーズンを終えた。プレーオフの準決勝ワシントンスピリットセンデリトルは PK で1得点を決め、 チームは2から1で勝利し決勝進出を決めた。決勝では FG カンザスシティに1から2で敗れた。リートルは NWSL への移籍1年目でリーグ MVP に選出された。ゴール数はリーグトップの16得点でゴールデンブーツ賞も獲得した。またアシスト数もリーグ2の7を記録した。2015年。 シアトルでの2シーズン目を迎えたリトルは、レギュラーシーズンで10ゴールを記録した。アシスト数7は、リーグでトップだった。シアトルレインは2年連続で、レギュラーシーズンを1位で終える。プレーオフに出場したシアトルレイン FC は、リーグ4位のワシントンスピリットを3から0で下し、決勝に進出した。しかしポートランドで行われた決勝では昨年と同じ。 相手である FC カンザスシティに0から1で敗れた。シーズン終了後に、リートルはリーグのベストイレブンに選出された。メルボルンシティ FC2015 年10月、リートルはオーストラリアの W リーグに所属するメルボルンシティ f c へ、シアトルレイニ FC のチームメイトのジェシカ・フィッシュロックと共に期限付き移籍すると発表した。11月9日、リトルはデビューで、 プレイヤーオブザマッチに選出された。12月6日、メルボルンビクトリー戦で、スコットランド代表でもチームメイトのゼニファー・ビーティーの初ゴールをアシストし、自らも80分に得点を決めた。試合は4から0で勝利し、チームは8戦全勝のリーグ記録を樹立した。リトルは12試合に出場し9ゴールで、チームメイトのラリッサ・クラマーに次ぐ得点ランク2位だった。 2016年 W リーググランドファイナルでは自ら直接フリーキックを決めるなどチームに勝利をもたらしプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。2016年4月 W リーグの2015から16シーズンの年間最優秀選手に選出された。2016年5月 BBC ウーマンズ・フットボーラー・オブ・ザ・イヤー2016を獲得した。 アーセナルレディス FC2016 年10月、古巣のアーセナルレディス FC に復帰することが発表された。スコットランド代表2007年2月、16歳の時に日本戦でメーガン・スネドンとの交代で途中出場し、スコットランド代表としてデビューを果たした。アンナ・シグネル代表監督は、リトルが16歳だったにもかかわらず、代表のトップチームで、 プレイさせることに何のためらいもなかったという。キムは波外れた才能を持っています。彼女の成長は天井知らずです。技術、スピード、パワー、そして試合を読む能力も非常に高いですと述べている。2008年3月にロシア戦で試合には敗れたが代表初ゴールを記録している。リトルプレイングフォースコットランド2009-2011年3月の キプロス杯の代表50試合目となったイングランド戦でリートルは先制点を挙げにから0で隣国のライバルを下した。スコットランド代表がイングランド代表に勝利したのは史上2回目で1回目はリトルが生まれる前の1977年にまで遡る。2012年6月16日、イスラエル戦で代表では初めてとなるハットトリックを達成し、 試合も8から0で勝利した。2012年10月 UEFA 欧州女子選手権2013予選のプレーオフでスペイン代表と対戦し、ファーストレグとセカンドレグそぞれで得点を記録したが、セカンドレグの終了時点で同点だったため延長戦に突入。延長後半の終了間際にスペインのベロニカボケー手に得点を決められ、 本戦初出場をかけて挑んだスコットランドにとっては、ひどく悲しい敗退となった。2013年2月、アメリカ代表戦との親善試合で、スコットランド代表は14と、敗れはしたものの、リトルは唯一となる得点を記録した。2013年のキプロス杯のグループステージで、イングランド代表相手に1ゴール1アシストを記録し、4から4の引き分けに持ち込んだ。 5位決定戦のオランダ戦では11分に先制点を挙げ、チームの勝利に貢献した。イギリス代表リトル・ウィズ・グレート、ブリテン・ウィメンズ・オリンピック・フットボール・チーム、2012、スコットランド出身の選手が英国代表としてプレーすることに対して、スコットランドサッカー協会の反対があったにも、かかわらず、リトルは、ロンドン五輪における女子サッカー競技で、サッカー、 英国代表に参加したいと強く賛成した。リートルは私にはどうしてオリンピックのような大きな大会で選手がプレーすることに反対する人たちがいるのかわかりません。これはまさに世界最大のスポーツイベントです。もし出場する機会が得られそうなら私は何としても両手でそれを掴み取りたい。私は英国代表として出場したいです。と述べた。リートルは ホープ・パウエル監督によって選出され、選手名簿の18名に名を連ねた。18人の中で非イングランド出身の選手は同じく、スコットランド出身のアイフ・オーマ・マディエイクとリトルの二人だけだった。リトルは英国代表として初戦になったニュージーランド戦で、試合には1から0で勝利したものの、試合前の国歌を歌わないという選択をした。このことに関して、 イギリスオリンピック委員会は激怒しているとデイリーテレグラフが伝えた。しかしながらホープ・パウエル代表監督は選手によっては国家を成唱することで試合前の準備が妨げられることを望まないこともあるのでこの問題には関心がないと述べた。男子の英国代表チームでもウェールズ出身の選手が個人的な決断で国家を歌わなかった。リートルは グループステージ第2戦のカメルーン戦で2アシストを記録し、チームの3から0の勝利に貢献した。グループステージを3戦全勝で決勝トーナメントに進んだ英国代表は、準々決勝でカナダ代表と28,828 28人の監修で埋まったシティオブ・コベントリースタジアムで対戦した。リトルは82分までプレーしたが、チームは0から2で敗れ。 決勝トーナメント敗退が決定した。ハイバーニアンレディース FC、アーセナルレディース FC、シアトルレイン FC。ありがとうございます。